ルイス・マリエ・オーバート・デュプティトワー著書の、ズ・ハン・アングレク・ム・クラッサム、ルイ・マリー・オーベール・デュプティトワールは、フランスの植物学者である。マダガスカル島、モーリシャス、レユニオン島のン化の植物の収集と記載を行った。サンマルタンド・ラ・プラスのシャトー・デブーマスで、アンジューの貴族の家に生まれた。弟に、海軍軍人になったアリスティード・デュプティトワールがいる。 1792年のフランス革命の間、2年間投獄され、マダガスカルとレユニオン島に追放された。追放先でマダガスカル島、モーリシャス、レユニオン島の植物の収集を始めた。10年後に帰国が可能になり、2000種のコレクションと共にフランスに戻った。持ち帰られた標本はパリ自然史博物館に収められ、一部は イギリスの王立植物園に収められた。著書に、フランス領の島、ブルボン島、マダガスカルの植物史があり、多くの美しい図版で知られている。他にメイロンナスでボティニクイデボイジズ、イストワールパーティクウリターでプラントオキデスリキュイルズ、ダンレトロアイールオーストレイルズでフランス、デバーボイでマダガスカルがある。多くのランカの属や、種の記載を行い命名した。 アクティナショーナスソワー,ーサイベンスなど多くの種に懸命されている。トワーは植物の学名で命名者を示す場合にルイマリー、オーベルデュプティトワールを示すのに使われる。ありがとうございます。